こんなところにもいた。竹中平蔵っていうことで、えー、今日はですね <laughs>、まあ、日刊現代の記事で医薬品消える緊急事態、薬剤記悲鳴、東京五輪なんて無理っていう記事があってですね、で、これ何なことなのかなっていうふうに思ったら、小林加工株式会社っていうところがあって、<laughs> まあ、ここがなんかですね、あの、本来含まれるべきではない睡眠導入剤のこの成分が購入して、こう、人が亡くなってしまったと。で、なんか日本の薬のね、 あのー、この品質が凄まじく下がっているっていう、へえ、でもなんで竹中平蔵が関係あんのっていう風に思うかもしれませんが、まあ、今回、あのー、この事件を起こしたところはですね、まあ、オリックスグループというあのー、ところがやっていてですね、まあ、子会社になったんですよ。で、そこのまあ社外顧問としてですね、えー、竹中平蔵がいると。でもね、それだけで竹中平蔵をね、さすがにね、あの絡めるのはいくらなんでも。 これちょっと強引じゃないかというふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。まあでもね、実際のところ実はあの自民党の中で菅義偉、竹中平蔵と、えー、この安倍麻生っていう持ってる権力っていうのは全然違ってですね、実は中でこうなんで同じね、あのー、この政党自民党って名乗ってるのかわかんないぐらいですね、バチバチにやってるわけですよ。で、野望や,やんね。ね野望野やん。<laughs> <laughs> ね、野合、うん、確かに野合だわ。でねで人のこと言う何、ね、<え><合>で野合とか言ってるか <laughs> お前らの方が野合やないかいっていう,いいていうねこれやっぱねあのー、ちょっと話をしておかないとこの日本のこの政治構造とかの問題をですね、えー、見落とす部分があってで竹中平蔵とね えー、菅義偉の関係性からおさらいをしておくと竹中平蔵が小泉改革の頃にですね総務大臣をやっていた時の副大臣これが菅義偉なんですよ。で、えー、まあだからそういうところで関係性もあって菅義偉さんはですね確か自分が総理になった時に、えー、最初の朝食会とかやってすぐに読んだのが竹中平蔵だったりするんですよね。だだから未だにこの仲良し <で>なんか入ってるわけじゃないんですか、顧問とかね。えーっとね、竹中平蔵は、3、えー、4かなんかやってたかな、えー、ちょっと待ってね、1えー、まあ、でも、どちらにしろ、今はあイメージが強いのは、あれですよね、えーえー、あのあ、パソナ。はいはいはい、うん。そっちの方があのイメージが強い。昔、えー、あの参議院もやってて、今は中に入って、 ていたかどうかはちょっったんか入ったんか入ったうんでまああのー、そのですねあの民間の有識者として重用されてきたんだそうそうそう,そう,うだどちらかというと菅さんにとって竹中さんはですね、まあ、外人部隊な感じですね今のポジション的には援軍みたいな援軍みたいな感じですよで,すよでこれとね麻生太郎実は仲悪いんですよ うん竹中平蔵と麻生太郎って。で麻生太郎のことをですね竹中平蔵はなんか YouTube チャンネルとかでね、うん、えー、なんかどうしてあの麻生太郎のことが嫌いなんですかっていうふうに <laughs> あの質問を受けていてですね <laughs> でそれでわざわざ答えてるんですよ。<laughs> でなんかまあ簡単に言うとですねあの役人の言うことを聞くタイプが竹中あの麻生太郎で。 えー、省庁のね言うことばっかりですね言うこと聞いてやってる人っていうのは俺は嫌いみたいなことを言ってるわけ、はいはい、で,でもそれはまあそうですよねあのー、この麻生太郎が今副総理で財務大臣やってて、うん、で財務大臣なんかなんでなれるのかって言ったら財務省の言いなりになってるからやっけって <laughs> でもそれは財務省から連なる省庁の大きな利益いわゆる既得権益ですよね。うん でその既得権益にめちゃくちゃこう絡みついてるわけじゃないですかうんでその既得権、まあ、<ん>権益に限らんやケーキっていうかあのただ検察とかも入ってるからさた、うん、だ単なる権益じゃないんだよねそのもう大きい警察権力,権力とかも入ってるからさ、うん、う権益って言うとなんかこの金だけな感じその、うん、あ確かに確かに確かに、うん、あそうじゃなくてもう巨大な権力構造日本の中核的権力構造のうん。 ど真ん中にいてですね、うん、それを大事なのはそれを使って何かをしようとしないということですね、うん、その言いなりになってると、うん、で言われた通り動いてるとそこがもらえるそうすると永久にそこにいられるだからその、うん、中核的権力構造がどこにあるかってみんな知らないんじゃないですか。でで知ってる人はごく少数なんですねうん、うん ででなんで知ってんのってったらそれはもうそういう家の人やからです、うん、中国で権力構造の中にいるというのを家業にしてる家の人なんで、うん、先祖代々やってるから知ってるわけですもちろんだもちろんその知ってると言ってもさ、うん、あのじゃあどういうふうになってどこにどんなふうになってるんですかとか言ってんの、うん、あらんな知らねえよーみたいな感じで言語化はしてないですよ。だけど もう体に染み込んで、血となり肉となってるわけで、その上に乗るのが、ねうん、そのような巨大な構造の代表者。なんだということ。安倍とか、そうですよね。そうですね。でね、安倍<で><れ>さんと麻生さんだったら、微妙にちゃうんやろね、また乗ってるとこ、ねまあ。あの曲とがと微妙に違うと思いますね。うん、で、まあ、基本的な大きなそういうものの上に彼ら乗ってる、そういうタイプの人ですよね。そうそうそうだから、すごいざっくりとした言い方なんですけど。 多分、うん、大日本帝国の頃から続くそういう、うん、え権益、権力を引き継いでるのが、うん、安倍とか麻生なんですよ、はい、まあだってね、ねおじいちゃんとかひいじいちゃんまで行けば岸信介とかさ吉田茂に行くわけだからさ、彼ら、うん、<で>もっと行くっちゃう麻生太郎なんか。で、その次にあのじゃ竹中平蔵っていうポジションを見たときにです、ね、この人がやっている社外取締役とかね、うん ととか見ていくとですねどちらかというと、パソナがまあ一番有名なんですけども、オリックスとかね、あと SBI ホールディングスとかっていうのがあるんですが、これは金融のその会社ですよね、もともとソフトバンクグループだったんだけども、まあ、独立して SBI っていうふうに名前を変えたと,いうところなんですが、例えばね、SBI なんて上場したの2000年なんですよ、うん新しい。 でオリックスとかも、あのーまあのま大体ですね、できたのってやっぱ戦後なんですよ。うんうん、戦後戦後、ね、大戦後ですよ。<laughs> で,でも高度成長期終わりかけん時上がった。の時にこう伸びてきたっていう感じで、あのできたやオリエントリースできたのって、でも割と、ねいや、1950年、1950年、オリエントリースできたそんな早いの、うん、一応できた、でも細々やってたのよ、細々。いやもう、その最初はね、あの銀行のただの、なんちゅうの、それ、三和銀行の。うん 小さな小さな、うん、あの子、ー、会社ですね、うん、で多分あのー、なんていうの各銀行ってさ例えばだから住友銀行やったらなんかあの、うん、とか、まあ、その各銀行がそれぞれの社員向けにね、うん、保険会社とか持ってるわけで自分ところの社員の保険も全部ってる引き受ける変な保険会社とかさそういうのがいっぱいあるんですよ、うん、でそういうところで退職したおじいちゃんとかみんな働いてるんですけどそういうのの一社とと思うオリエントリースって。 でで各銀行にですね住友リースとか、うん、住銀リースとか、うん、三菱でなんか三菱だったらダイヤモンドリースとかいろいろあってです、うん、ところがその和銀行のオリエントリースだけはオリエントってつかの和系なんだけどオリエントリースだけは、うん、そのあの宮内さん宮内さんはえっ、ーうん、と2代目ぐらいの社長かな初代の社長は、うん、宮内福井慶三っていう人です、うん はいはい、でもね多分宮内さんの代になって巨大化してきた、ね、そうですそうです,そうですあのー、ちょっとオリエントリースの前身となった会社は1950年にできてるんですけどオリエントリースになったのは1964年あ<ー>、うん、あその時はまだ宮内さん違うか違う福井慶三という、はいはい、福井慶三さんだ、ね、っていう方なんですよねで<ー>でまあこのまあ人もですね別にあのいわゆるその、まあ、財界の出身とかさ おじいちゃんは岸信介とかそういう人じゃないないですね、宮内さんはやっぱ本当に業界を切り開いてい、ね、らそんな各、各巨大銀行の下にぶら下がってるそのリース会社の中ではです、ね、当然、三和銀行の下にくっついてるわけだから、小さいんですよ、うんうん、元は。うん、ところがです、ね、そのリースっていうものの持っているその構造とかを見抜いてです、ね、うん、それを巨大化させたのが宮内さんで。 だからまああれはやっぱり高度成長期後に急成長した新しい事業家だと思ったほがいいですいや、間違いないで、次にパソナとかもそうだけども、うん、つまり、新興の財閥とかね、企業なんですよ、うん、これはそうですね。で、それに竹中平蔵さんはくっついて、安倍とか麻生の持ってる既得権益の島をこう荒らしてるわけですよね、そ <laughs> そうそう荒らす中で、うん <laughs> その、そういう政治家とかに口を聞いてもらう係なんですよね。うん そそそそうううででですすす支えがなかったらできないからね、うん。できないできない、そんなもう即、ますから、ね、<laughs> って切られちゃうから。<laughs> まあ、まあまあ、うん、そういうボランティアみたいな人なわけです。だから、その竹中平蔵っていうのは、そのどちらかというと、安倍とか麻生からしてみると、敵なんですよ。だけどだよね、どう見てもねどう見ても。でね、結構ね、調べてみると、いろいろ出てきて、さっき紹介したそ YouTube のチャンネルとかで、 あの麻生太郎の嫌いなところとかでわざわざ喋ったりねこうしたりしてる以外にんなんかね2019年は東洋経済にねこのすっごい、ね、笑えることが書いてあるんだけどもあの竹中平蔵氏改革の勢いを止めた麻生氏と民主党っていうふうに書いててうんこれがねなかなかねあのー、強烈でさ何が書いてあるかっていうと小泉内閣は財政再建を軌道に乗せるために骨太2006 で、えー、長期的な財政健全化の仕組みを打ち出した。これを大一に安倍晋三、うん、内閣も続く福田康夫内閣も引き継いだ。最大の問題はリーミアンショックが起こったとき麻生内閣がこれを放棄してしまったからだっていうふうにこう、うん、言っててですね。いやーまああのー こ,この人の理屈は本当にいつも画面イン水やなっていう,う。<laughs> 別に阿松太郎が正しいとも言わなよ。だけどその批判って <laughs> まず小泉内閣が正しい前提に立ってるつども変です。<laughs> まあ自分が言ったから正しいでしょうまあね。<laughs> いやーなんかね面白いよ、ね、面白いで、うん、その上にすごいでしょこのなんていうか躊躇、うん、のない金面引水のさガクサーッて持ってくる、うん、これがねやっぱ経済学者ならではですよね素晴らしいで竹中平蔵さん、うん、やっぱりでこの竹中平蔵さんはやっぱり既得権益っていうのを自分の島にしようと荒らしてるわけですよ、うん この既得権益を破壊して何かを想像っていう感じじゃなくて、どっちかっつはうと、荒らすっていうイメージなんですけど、私の中では。で、そういうさ、観点で見ると、今回のね、あの小林、えー、加工のこの問題としての、医薬品が消える緊急事態、薬剤師指名、東京五輪なんて無理、でこれはななのかっていうと、日本の医薬品のクオリティがめちゃくちゃ下がってると。 めちゃくちゃ怖いよ、あとで怖く怖るけど、でもさ、この医薬品のさ、医薬品、例えば、えー、と年金,医薬金、えーえーと、医薬品、あとは例えば麻生太郎が乗っかってるような、えー、財務省系とかね、これも厳然たる、もう伝統的な日本の、なんて言ったらいいの権益、既得権益と言ったらいいのかな、その権力の原点じゃないですか。 でうん、うん、ここにあのオリックスグループがこう入ってきてで結構とんでもないことやってるってい竹中平蔵が社外取締役やってるっていう視点で見るとなんか面白いなっいうふうに思うですねうん、うん。そうですね。だまあ単純にね、うん、その小林加工っていうこの会社がですね、うんうん、とんでもないんじゃあみたいなご極悪薬,薬品会社じゃあとか、うん、とは言えないと思うんです。で極悪度で言ったらねやっぱり、うん、そのもっとあの大きい 薬屋さん確かにね。ど <laughs> ことは言わんけどな。えらいこといっぱいやってますよ。いやもうそれはね薬屋さんのね、うん、持ってる金、うん、ごついよねやっぱりね。薬品会社の社長とかの家ごついからね。<laughs> 確かに なんかまあ前に言ったけどあの<ん>あの常盤のねなんかのチャラ,ャラシャラ音がするんだけどこれは何の音だこれはあのおしゃぶりの音です、ね、あおしゃぶりの音ねはいはい <laughs> <laughs> であの常<ん>馬術競技っていうのはものすごいお金がかかるわけですん,ん,んであの七十一歳であのロンドンオリンピックに出られたポケツさんんん 彼は東京オリンピックの前の東京オリンピックの時のバイの代表だったんです、その後です、ね、商社、うん、マンとかを経て、うん、そのどどジョン・さんのジョンさんだったっけ、うんどっか、どっかのですね日本法人の代表になってるす、うん、で多分なん、かストックオプションか何か知らないんですけど、まあ、そういう形であの資産を作ることに成功して、うん、その金をです、ね、うわーって突っ込んでオリンピックであったわけです。なるほど ああ、そのもう二十億とかそういうオーダーいると思うんですよ。ああ<ー>。十億、二十億っていうオーダーいると思うんですよね。えーうん、その個人でやろうと思ったらですよ。うん。まだご存命だね。ご存命どころか、うん、こないだのオリンピックでて良かったしあったんやけど、なんか馬の調子が悪くてみたいなあ<ー>そういう感じで。なるほど。うん。<laughs> で今度東京に来るあの監督。うん。 なるとかならんとか話聞いたけど、ど、えー、うなのかな、どうかな、もね、ったか想像してみてます、あ。こういうで、それであのロサンゼルスオリンピックのあの障害ね、うん、の代表のあの武田さん、うん、ものすごい綺麗なお嬢様ですけど、うんうん、めっちゃお嬢様やお嬢様すごいとかで話題になったけど、あの順位が低かったから、なんじゃお嬢様のつけ国民の金を使って産んだらなんたらとかで急に中出したりするっていうクソみたいなことを。 はあ、ネット上でやってましたけどそんなやつおった,たらしいよ最悪たたかれてたらしいよ意味不明 <laughs> いやいやめめっちゃ持ち出してんねんからそんな、ね、かわいそうに薬品の税金なんかで出られへんから、うん、でもその方もだから武田製薬のお嬢さんから、うん、そんなぐらいまでできるわけですよ、ねうん、まあというぐらいだからその薬品関係と、うん あのバジ競技というののの密接な関係があって、うん、そのぐらいじゃそうじゃなかったらあの今度はあの何時あれあのどっかの労働組合の初期の人が十何億円ああそういうのあったね。まあでもやっぱり馬の話になると止まらんから。 あの薬薬品のあのちょっとあの小林加工と。まあとにかくだからやっぱりもそのその儲かるわけだけど、うん、小林加工がですね、うん、そういうなそうそうたるその制あがしまった、企業に比べてですね、うん、極悪度が高いのかというと、そんなことはないと思うんですよねあの私、ですねこの話題になるだろうと思って、ですき、ね、ち、ねうんと民間調査会社を使って、ですね、えー、売り上げとかを調べておいてみましたけど、<laughs> まあもう別に正直、サイズ的には大したことないな っていうレベルでしたね。それは。あ、一生懸命やってる。一生懸命やってる中,中小企業という感じ。まあ中堅企業かな。うーん、<り>中小企業じゃないな。中堅企業。利益的にはね、えー、1000万10万100万1 0 0万1億まあ60億くらいしかないな。 ああ大したもんじゃないよ、60億んで。製薬会社、ファイザーとかに比べたら、武田製薬っていくらぐらいなんですか武田製薬は、ええー、ちなみに、ええー、決算、ちょっと調べてみるか、えー、武田製薬の決算、まあ、多分桁2つぐらい違うと思うけど、<laughs> 数千億単位やとは思いますよ。えっ、ー、とね、武田製薬は、今ちょっとホームページを見てるんだけど、 えー、純利益は、えー、億10億100億1000億3761億7千0 0万円ごわー <laughs> <laughs> 純利益が。純利益です <laughs> つい。しかもそれだいぶ色々、ね、いろいろね、ちょっと少ない目に見積もった話やろうからな。うんうん、すごいね。だいぶ桁が違いますだら。で、そこの、そこのさ、うん 竹中平蔵ささんみたいいなこの人武田製薬の社外取締役やってるとか言うたら何かそのっと利権っていう感じがするじゃないですか。そ実験だけど小林閣弘を持ってるオリックスのまあオリックスはでかいからね利権、うん、って感じするかもしれんけど。うんうんうん この現代ビジネスの記事みたいに小林加工の持ってるのがオリックス、オリックスの社会取締役、竹中平造やからこれはからけの平像せえやみたいな記事はさすがに無茶ゃだと思いますが、うんまあ、ちょっとね、<laughs> 引っ張りすぎやろみたいな、うん、ちょっとね、いくらなんでも竹中平蔵に PV 頼りすぎやろって、<laughs> 我々もあの竹中平蔵といえば美味しいネタとして使わせていただいて、本当に竹中様にはあの感謝しているんですけども。<laughs> ちょっと日韓現代の記事はちょっとあの引っ張りすぎかなっていうまあでもまああのそ理由のない引っ張りではないけどもちろんロシオリックスっていう会社がですねこういうところを子会社にしてるかっていうとその背景には巨大なこの薬薬や医者 官僚という鉄のブロックがあって、ですねこいつを切り崩そうという、やっぱりそういう狙いがあるわけですよね。で、それをやろうと思ったら、手ぶらでは危険すぎるから、やっぱり政治家との関係性がなかったら、実行できないので、そういうことに乗ってくれる人として、竹中さんが呼ばれてるという、そうういことですよねちなみにオリックスの営業利益はね、調べたけど、純利益か。 2 8七0億なんで、武田よりも少ないね。まあでもそれ、だってまあ薬とさ、リースじゃ、そのリースじゃやっぱり、リケンドがちゃうよ。リースやっぱり、リケンドは弱いやっぱり仕事せんと儲からへんねや。そう。薬はちゃうで、もうどんどん病気になってくれたら勝手に儲かる。座ってるだけでもうかんで、やっぱ積素とが違いますよ、やっぱり。違うわ、本当に。 ちなみに私、だから大学4年生の時にね、入社しようと思った会社、オリックス、任天堂と日本電池とオリックスのどれにしようかなと思ったんですけど、住友に間違えて入ってしまって、そうなんですよ、人生が狂い始めて、その時オリックスはどれか、どれか入ってれば、今頃ね、大金持ちだったかもしれない日本電池はちょっと早すぎたかもしれない、電池は。 オリッニンテンド堂は結構伸びたよね。伸びた、伸びた、いや、結構伸びたつか、めちゃくちゃ伸びた <laughs> めちゃくちゃ伸びたよね、<laughs> 惜しかったらせめて株でも買っててよかったな。それであのちなみになんかあの、高校、うん、の同級生、入ったらしくてですね、あの20年ぐらい前だから、17年か前にあの、うん、オリックスの球団社長やってましたね。ほう えー、えー、入ったいや、うんや、偉いなと思って、<laughs> 入っときゃよかったなと、うん、プロ野球の社長とかやってみたかったなとまあ、でもこれ見てると、このオリックスが買収した小林香工の更新金薬、更新金薬っていうのは何や、水虫か、更新金薬、ね、てなんやろうな、まあ、このイ,イトラコナゾール城、あ、城下。 に強い催眠作用がある劇薬リマザルホルモン塩酸塩水和物が大量に混入小子どもから高齢者までの重篤な事故や死者も含む被害者患者を出してしまったと、うん、で業界史上最長の業務停止処分が下ったと、うん、いうことらしいんですよね潰れそうな勢いですよね、うん、そんなことになったら薬屋さんがまあでそれで医薬品の品質管理の見直しが急務になって 他社の医薬品の事故とか品質問題も次々に明るみになって、まあもう簡単に言うと今日本でですね、えー、薬が足らないと。まともな,なと流通がなってるんですね。うん、流通が狂ってるみたいです、ね、だからまあ基本的になんでそんなこと起きるのかっていう背景がそのジェネリック薬っていう。うんうん、最近はジェネリック薬にぜひしてくださいっていうふうにお勧すすめされるんですけど、うん、これはだからあのー、 医療費の違い医療費がでかすぎるから安くしたいっていう、うん、まあそういうことからですねジェネリック薬の方をおすすめされるんですけどで小林加工もジェネリック薬のメーカーなんですよね、うん、はいはいはい、うん、で,でジェネリック薬は多分パテントが切れてるとかパテントが解放されたりして安くなってるから、うん、品質は変わらないんですって聞いてたはずやねんけどやっぱりちゃうみたいなんですね、うん <laughs> そりゃそうやわな。値段はもうめっちゃ安いですけど全く同じ品質ですっていうのはやっぱり <laughs> ななっ実現するのが難しいよね。うん、でもそれで、うん、そのジェルニック薬の問題っては何かってやっぱりその利益率がやっぱ低くなっちゃうからうん、うん、その分その利益を出すためにはその現場に圧力がか,かかってくるっていう。うん ことで、まあうん、嘆くのあたり、こんなにすごい事故が起きるっていうことは相当めちゃくちゃしてないと無理だと思う。思いや、そりゃそうでしょう。あれな感じですよね。あの、うん、あの、あの核融合起こしちゃ、核、核、核反応起こしちゃった、あの。何に、核反応起こした。とも系の、なんやったっけ、あれ、あの、住友系の核反応を起こした。えうん、東,海東海村のことの。東海村、東海村、なんやたっけ、あれ。 あの、なんだけ、なんちゃんだけ、ジェ、ジェ、ジェ、なんとか、えっと、東海村。なんだけ、あれ、えっと。東海村、ええ、ジェシオだ。ジェシーオー。臨事故。うん、臨海事故なんか、あれはだから、その、きちんとマニュアルがあってですね。そのやり方通りやってれば、あんな事故起きるはずがないんだけど、基本的には、だから、そのちょろちょろ、ちょろちょろ、ちょろちょろって入れないといけないの。 ちょろちょろちょろやったらもう時間かかっちゃわないからバケツでバーンみたいなバケツでザーって入れてたっていうと <laughs> そうするとどうです まああの今,今のでも説明で理解できる人ってウランとかの核分裂の話が分かってる人なんですけど、うん <laughs> まあ、ものすごく簡単に言うと本来ちゃんと安全にやらなきゃだめなところを全く無視してやってたから、うん、その JC o の臨界の考えて,てほしいです臨界っていう現象のさ、うん、持ってる恐ろしさ、すごさ。うん 放射能ね本当にものすごいことですよだからそれに作業したお二人は2人ともなくなっちゃったけどな、うん、くなるプロセスがなくなるプロセスがもうやばいや思い出すだけであ,怖いあの本怖い凍りつくような、うん、あーなんてかわいそうだ、うん、みたいな、うんまあ、そういうことですよねしかもだからそのあたり一帯にさあの中性子とかが広がって、うん、あのっえらいことになったんですけど。うんうん その原因何なんですかああって言ったら、うん、それは現場でちょいと手抜きしただけっていう。そう。このろ楽さ。強現場でちょいと手、ちょいと手抜きして起きることがさ、うん、人海事故ってそもシャレにならいんやねんけど。いや、もうちょっとね、これ。<laughs> でもそれと同じ感じですよね。こういう現場でちょいと手抜きしちゃったわけですよね。うん、確認とかするのを間違えて、ひょいって間違えただけで。うん そうするとですねその睡眠薬がなんか全然違うくせに、うん、ドバーと入って飲まれた方がなくなるみたいなね、うん、そのでそれ死んだだけじゃなくてそれをそれによってそ,のそれを回収するだろう、うん、なんだそのって言ってそれで役所も大騒ぎだってララララいうその範囲の広がりを考えたらです、ねうん、現場でちょいと手抜きをしただけでどんだけ,ひどんだけ騒ぎが起きとんねんっていう。うん そういう大変な痛ましい出来事があったわけですよね。でそんなこと起きんのっていうとそれはそのジェネリック薬っていうものによって、うん、その目がっちりと固めてある例えばだからその武田製薬とかそういうがっちり大きな会社がですねジェネリック薬を推進したいわけじゃ、ね、な,ないよ。嫌だよそんなじゃなくて<ろ>ちゃんとした品質のしっかりしたものを使いくださいよって思うと思うんだけど。うん そうしたら、うち十倍儲かるんですよ。<laughs> そう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 。<laughs> そういうことやねんけどさ。うん、そうで、それに対して、そのジェネリック薬を使わないと、医療費が爆発的に増えてんねんから、削れよっていうのは。うんうん、まあ、これはその竹中さん的な、やっぱりアプローチです、ね。アプローチですね。うん、な、うん、骨太な。それは、安倍とか麻生が持っている、その利権を崩すことこにもつながるもん。うん。 でまあそれでジェネリック薬がこう推進されて、ですね、うん、特に、まあ、特にほとんどの人はジェネリック薬を使っていると思うんだけど、うん、いや、ジェネリック薬はちょっといやいやっていうのは、かなりお,お金余ってんと無理やんね、うんうん、病院に行って、こっちは3000円ですけど、こっちは1万円ですけど、どっちにしますかって言って、中身同じなんですよて、うん、ったら、それは3000円ってするは普通の人間。でも麻生太郎は、そんなもん、んなそれでいいよ、そっちで、ちゃんと支出してくれやなるよな <laughs> だからでもかなり金持ちじゃないと、うん、そのねえ、ジェネリック薬なんかやだーっていうのは、年収いくらぐらいの人だったらそうすんのよ年収3000万ぐらいだったらそうすんのかな。うんうん、年収三まあちょっとどんな薬を買う,う,う <laughs> まあでも多分年間さ、まあ、普通の人間、やっぱり年間1万円2万は薬もんでるじゃないですか。それがだから5万、10万になるわけですから。うん それでも平気っていうのは、うん、結構お金余ってないとちょっとね。うん、でしかもね、これちょっと臭いのが<ー>今回の小林加工というところジェネリックのメーカーなんだけどオリックスが買ってからね、うん、事故を起こしてるんですよ。あ<ー>で、オリックスが勝ったから事故なんじゃなくてオリックスが買収すると発表したのがね、確か今年去年の1月とかで。 でなんかね、もう買収してすぐにあのこの問題が出てきたわけですよ。罠みたいなそうだから罠みたいなもんやなっていうふうに <laughs> 捕まされた感がでますねそ。そうなの。ええー、ひどい。だからそういう意味ではなんかこれね、うん、なんか臭いんだよね、やっぱこの臭いね、うん、あのこの安倍・麻生系の由緒正しい大日本帝国軍団と。 とか竹中の新興勢力とのバトル、一個そう。感情はあるよね。だってさ、オリックスが本気出して資本突っ込んで、ジェネリック役作ってきたらさ、ちょっと嫌やろ。いやでしょ。すごい金融力やからね。本気で戦いを挑むことは可能は可能だよね。やろうと思えばね。 だからまあそれに対するなんか牽制の意味もあるのかもしれんけど、うん、まあでも、でもその、でも、すごく象徴的だと思うんですよ、うん、ジェネリック薬はどんなに品質が劣化してもさ、あそぶたの関係ないよね、絶対飲まへんもんね、国民にあのジェネリック薬を勧めてるんだから、私にもジェネリック処方してくれたまえとかっていう政治家じゃないと思う、うん、<laughs> ないでしょないでしょ <laughs> カ,ップカ,ップカップラーメンって5 0円ぐらいかえいとかっね。<laughs> 実際にリアルにそういう人らしいからね、うん、実際に言うてたからテレビで言ってたからそうそうあのー、外<校>で <laughs> あれ学習院のさ麻生さんの同級生の人に聞いたことあるんやけどああんな感じの人やったよって <laughs> <laughs> 学生時代から会ったからね誰も買っないんだね麻生君はって言ってたよ そういう感じやね絶対ジェネリック薬なんか飲まへんか、うん、だから、あのー、これ本当に典型的な問題だと思うんですよ上級国民は絶対関係ないんですよ、うん、この問題はで一般庶民はねジェネリック薬を飲んでるわけですよ、ねうん、でかなりの範囲まで飲んでると思うんですよいや飲んでるやろうな年収1000万ぐらいだったらやっぱりねジェネリック薬いっちゃうと思うんだよねいやっちゃうでしょう国民の8割9割はジェネリックなんじゃない<ー> <laughs> そうだと思うよ、うん でそいそこのジェネリック薬を飲んでる人はその睡眠薬量飲まされる可能性があっちゃ、うん、います。てかあのあそういう水虫薬にさ睡眠薬間違えて入れるってどういうことなんっていうん、<laughs> もう,うからなん。まあまあまあ生産プロセスで複雑でものすごい種類の化学物質をものすごい種類の薬に入ってるからさ、うん、一つ間違えらればそうなるよね。なるほどな。うん。こわそれを間違えないにするためには。うん あの職場の士気が高くて、うん、で労働条件が緩くないと無理でしたね。うん、で,で,でその労働条件がきつくなってちゃんと寝れてないけど来なあかんっていう状態やったらやっちゃう。でまあだってミスしちゃうわ、うん、でもさ今あのジェネリックによって、うん、なんか2020年までには報道によるとねあの8 0にしようとする政策が取られて。 ほとんどこれが、うん、あの実現していると。はいはい、で、えー、こういう状況の中で品質争いが後回しになってしまった、うん、っていうふうにこう言ってるんだけど本当にそうかって気がするよなでもこれ。なんかそもそも何か <laughs> ジェネリック薬にまあこれはもう本当に、あのー、病コロナのね病コロナが流行ってるのに病床を削減して給付金を。 だから医療と年金を破壊するっていう鉄の意思を感じますよね。でそれが菅政権になって本当に突き進んでるという現状があって、うんうん、で上級国民の皆様は関係ないんであれば <laughs>、うん、放置っていう感じなのかなこれも。ねえ。知らんわーみたいな。うん、適当に睡眠薬だから飲んどけやみたいな感じで、ね。<laughs> 知らねえよ、飲んだの <laughs> しかも、あのー、けっ入ってたのが、あの、弁前関係のやっつい味ニ。あ、やばいな。特にきついなー。特にきついから、そら死者も出てまう、ね、いや、まあ、それあだってさ、うっかりそんなもう、気がつかずにうっかり飲めば。<laughs> うん。えらいことになりますよ。 ししかかしですかこれね,ねあのこの機会に全然違う話やけど、うん、あの小林あ小石川雅美さんのね「ね、うん、あの親という名の,の,の暴力」という本をご紹介しておこうかと思いますけど、うんうん、この小林さんが「はい、私は親に殺された」の方から何かに書いておられた。うん、でしし新聞に投稿したかったんやねんけどあれほとどかの本にも書いてあったんですけど。はいうん 彼女はだからその精神的に具合悪くなってからですねあの医者だからね当時割れていい加減だやったから自分で自分に処方しとったんです睡眠薬だなんだかんだ。そう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 東大医学部出てお医者さんですけど自分で自分にあの入眠剤なのの抗精神病薬の適当に処方してるうちにす方とろトロとろ増えてで人格が崩壊し始めたっていうめっちゃ怖い話なんですけど。 でもその間もずっとお医者さんとして働いてもマジ怖いですけどややばすぎるやろそれでまあそれにですね、うん、あのー、最終的にあのとてもいい精神科医に当たって、うんうん、で助かってまあこういう本とか書けるように回復しはったんですけど、うんうん、そのポ,ポイントは何かっていうとそのンン系の系精神病薬をやめたんです、ね、それがやばかったんよ本当に。 それで違うのに変えたら急に楽になってですね、うん、いろいろこう離脱できたんですけど睡眠薬はやばいよんでねそのすごい安いからさ、うん、ビズビズ時系はあのめっちゃ気軽に処方されてるんですね、うん、で大体私あの入眠剤なんかも大,大,大,大体そうです、うん、よあれものすごい習慣性がきつくて、うん あの精神に対するダメージ大きいからやめてくれって言って必死で言うたりました、うん、飲まんといてって言って言ったんだったけど、まあ、ちなみに私鬱がひどい時に飲んでましたんですよねうん、うん、それいざってもうそ,そういうコントロールされた状況下で、うん、短期的に目標を持って使うのはいいと思うんですけどいやー絶対そうよ、うん、本当に万然と2年も3年も飲んだからえらいことになるよちなみにまあ私が飲んでたの3か月か半年ぐらいの間だけだったんだけど試しにさ、うん、あのー 弱い睡眠薬をね。飲んで最初効かなかったんですよ。うんうん、で強いのにしても効かなかったから、えーうん、困り果てたお医者さんがですね。あのこの抗精神薬とこの睡眠薬のブレンドだったら寝れるはずだっていう謎の職人芸を見せてですね。で <laughs>、か,か,でかつカクテル怖い。心病カクテルと。<う> 水霊薬と抗生死薬のカクテルでございますみたいなやつ飲んだら寝れたんですけど、<laughs> まあ、半年でやめて、残ってたのよ、うん、その薬が。うん、うん。これ飲んでもうで、あんまなんか寝れた気せんかったけど、おい、ちょっとだいぶ元気になったから、なんでみよっぽいって飲んでみたのよ、人体実験。あかんって、そんなんしたら。18時間寝た <laughs>。で、しかも起きてからさ、もう、 もう死にたい。もうフラフラ死にたい。フラ本当に。もうもう頭は朦朧とするし、もう本当に <laughs> ああしんどい。きつい <laughs> でもうメンタルも最悪で、あああれは本当にきついんだなっていうの。<laughs> 本当にあの自分実体験ってやば。一<だ> <laughs> 回ぐらい。でも何 <laughs> それを飲んでもヘロパッパーやからね。<laughs> そうそれを飲んでやっと寝れる状態のうつ病の進退の時とほ。 やばいなって思ったら、ね、味やばい。本当、私はもその一番弱いさ、内科医が入ってくれるやつ。うん。うん、たまに飲むんですけど。二、うん、三日続けて飲むとね。いや、きついよ。十分。死にたい。<laughs> 死にたいとか。死にたい、なんでこんな死にたいと思うや。るまった、三日ぐらい連続で十二時飲んでしまったのな。な飲んだあかんって。<laughs> <laughs> ほんま。 あんなのあるぐらいだったっらら寝らない方がまあねそれはまあもう本当にうつのひどさによるほんといやほん<ー>やばいあんなできてもとなし内海が処方すると思っ,っ内海が処方するのは聞けそんな詳しくないと思うんだよね生死しなれなっ戻りたみたいな感じで出そんなさ大谷さんじゃないんだからさ <laughs> キャベツに感じでキャベツみたい出さないでみたいな感じ,、ね、その感じでみんな飲んでるでしょいや絶 試験監督でしんどいからどんどことか言うたもんいやーきつい怖い恐ろしいまあまあ、うん、でもねあのそういうものが今回水虫の薬に入ってたっていうそれはさあかんってあかんって逆ど起きるんですよやっぱりね、うん、でその医療費を下げるための,そのジェネリック薬の政策、うん、基本的には間違ってないと思うんですけど、うん けど、やっぱり、その、こう、いう問題が引き起こしてしまう側面がどうしてもあってですね。うん、で、まあ、そうやって、大混乱が起き始めて。うん、で、それで、ほん、よそは、どまえんとこ、どうなってもねんとか言って、現れて。うん、お前、よそはどうじゃとか、やってるので、うん、今、その、医療流通が大変なことになってるらしいですね,ねで。そこに、コロナが来ちゃったから。うん、なんか、あの、結構、重要な薬まで。 しなぎれとか品薄になってるとかそうそう薬品薄とか勘弁してほしですよ。ねえ。お<ー>いやこれは結構大ごとやと思うんです結構大っていうかまああのー、日本社会の構造現代九百7 0年代以降の日本社会っていうのは保険制度によってみんな生きているので、うん、健康保険制度 およびそれに刺されてる医療医療システムがなかったら、うん、みんなょうょう恐怖恐怖だそんな、えそんな健康保険制度とか、機能してない国とか、地球上にあるんですかみたいな感じじゃないかな確かに、<laughs> 日本人からしてみたら、そんなぐらいの感覚やろうなああ。そんなとこ住んでたらんない、怖いやんとか言って思うかもしれない、うん、そんな国はほとんどないからね。そんなのは、うん でも、その状態がちらっと見えるだけでさ、うんうん、恐怖するよね。体育、うん、なりかねない、うんうん。でも起きてるよ、今。ね、起きてるんですよね。うん、でも、なんか知らんけど、あの、この、この私も、こ日刊ゲンダイ、俺、知らんかった。<laughs> うん でもやっぱりこれは、あのー、医薬品系、厚生労働省系、まあやっぱ強い利権って何って言ったら、やっぱり厚生労働省、年金、医薬品、うん、財務省のその利権もあるけど、あと経済産業省の、うんえー、原発系とかね、総務省のあの放送系とかさ、放送系、うん、それからあの通信系。うん、通信とかあるけど。 厚生労働省系やっぱ、ね、強烈だだと思うんだよここはその一番強いでしょ、うん、だってあの別枠やもん、うん、年金とかさ、うん、年金とかそうそう年金とか保険っていうのは税金財政と別枠でしょだからねそういうところのり、うん、やつが今崩れ始めてきているんだけどそうそううん 崩れ始めてきているが、崩れは、崩れ、こういう崩れ方、嫌よね、この、<laughs> そ,れちょっとそれ崩壊やん、ね、なんかこの、非現 <laughs> が解消してるんじゃないかな、そう,そうそうそう、単にぶっ壊れた、<laughs> <laughs> 命の危険がありますみたいなここ。これ、この感じがね、日本社会を象徴してますよね。 例えばだからその正社員による終、うん、身雇用制なんてさ、そんなもんさ、続くはずないやんっていう、うん、ぶっちゃけそうじゃないですか。うん、じゃあ無理でしょ。そんなさ、要項のぶった出たら、もう50年間同じ仕事が続くっていう前提で、巨大な労働組織を作り、<laughs> 下から入って上から順番に出ていくっていう形にして、意思相談みたいにしてくれたら。 横を動き続けて、その間50年間寝てたら飯食えんねんっていう前提で、<う>雇用っていう制度が始まったわけですから、正社員とかいうことが始まったんでね、うん、あれは鉄道運営するのにさ、バイトで鉄道運営するとか無理やん。無理や怖すぎる。運転手バイト募集とか無理じゃないですか。パソ <laughs> だから派遣されますみたいな。信号機、や信号係バイト募集とかって、もうすぐ電車激突するからね。うんうんうん だから鉄道を保全するっていう仕事はもう一回鉄道引いたらもう何十年も同じことが続くわけだから、うん、そのためには同じ人がずっといてくれた方がいい、うん、後から入った人が上の人から習って仕事を覚えてそれをそのままずーっと40年50年やって退職するみたいな、うん、のがいいわけですよ、ねうんうん、だからだから接社員っていう制度ができたんだってそれをですねあの コンピューターがインターネットの時代に継続しようってそれ無理があるよね無理があるよそれはそれ10年続く仕事とかあるんですかって感じじゃないですかいや,やじゃあさっき任天堂の話だけど <laughs> だってファミコンスーパーファミコン64に至るまで10年かかってたかか,かってたかそんなもんやね <laughs> うんその最中にゲームボーイという巨大なインパクトがあってですね <laughs> そんな無理無理 りります、ね、変わりますすでしょだから私がだから1986、ね、年か、うん、昭和61年に就職しようと思ってる時にですね、うん、任天堂に入ったとしたらですね、うん、それから今もう40年とか経ってるけどさ、うん、この間に仕事どんだけ変わったと思うね<え> <laughs> めちゃくちゃ変わったよ最初はだからカセットテープに入れて売ってたところが 今もうなんかあのスマホに入ってるみたいなところまで行ってるわけでしょ、うん、この間の仕事をですね同じ人間がコツコツ頑張って次の人にそ伝えてとかいうシステムで対応でき残念ながらね不可能だよねでもそう言うとさ <laughs> じゃあ竹中平蔵とかがやろうとしてる雇用のね流動化が正しいのかって話なんだけど、うん、あれは決定的に間違ってる部分があるうんそうなんや人間の元気っていうのを考えてないからさ、うん <laughs> だからそのそういうその陽光炉とか鉄道とかに向きに作られた制度で、うん、21世紀のインターネットビジネスやるのは無理なんです。うん、無理やからじゃあどうしたらいいんですかって言ったら、うん、それに合った方法を考えないといけないわけね。うん、でそれをですねこの制度がそして社員のシステムがあるからインターネットの時代に対応した雇用,雇用,の雇用体制とかできないから潰してしまえっていうのは。うん <laughs> それはそがだからこの今回のジェネリックの崩壊も一緒やね、うん、構造的に全く同じだよ、ね、だって構造的に考えてじゃあ医薬品の価格を下げていかないと、うん、医療費が破綻してしまうよねこれはまあ正しい、ねうん、だからなるべくあの安い薬で品質を保とうこの努力が実現できた、うん、素晴らしいだけど、うん、そうじゃなくって、えー、やろうと思ったらど毒にだっちゃう 似てる構造的に同じことなんです<ー>じゃあ、じゃあ昔のほうがいいかって,って、いやそれはあの財政とかもう、ね、GDP の半分ぐらい医療費になっちゃうから、現実、うん、的に無理ですからって話なわけですね。うん、それは全く同じで、陽光炉とか鉄道とか運営するための雇用システムで、うん、インターネットビジネスやろうぜでさ無理だからっていうね、うん、そうよできたらいいかもしれない無理だからっていうことなわけ。 無理よでそれ無理なので移行するからどうしたらいいですかって時は、うん、新しい着地できる方法を探し出さないといけない、うん、これはものすごく難しいですめっちゃ難しいよ、うん、めっちゃ難しいんだけど、うん、竹中さんはですねぶっ壊したら勝手になるんだって確信してるんですそうなのよう、ね、で私は竹中平蔵カジバのクソ自家理論と呼んでるんですけども、うん、<laughs> とりあえずみんなをね うん、追い込んだらね頑張るんだみたいな「うん、いや頑張ったから」ってできへんからそれ, <laughs> それ引きこもりがさ出てきてバイトするのちゃうでみたいないや全く新しい産業をみんなで作り出すのは、うん、引きこもりとかなんとか出てきてですねあのレジ打ちとかしてそれで食べられるようになるのと全然種類が違う、うん、掘り出したらなんとかなるもんじゃない、うんまあ、それも無理なんですけどね、うんうん、もっと創造性っていうことを うん、創造性に焦点を当てたような方法を取らないといけない、うん、それは本当にそうですよ。でも残念ながらその日本の政治は、うん、の安倍,安倍麻生さんに代表されるような、うん、その50年代60年代に形成された利権構造を守ろうとすると、うん、それをぶっ壊して三色するって人する人しかいないわけですから、うん、だからまあ守ってるだけじゃ確かにダメなんだけど。うん あのー、されとってじゃあ何も考えずに壊していいのはどう考えてもハテなんですよ。うん、うん、そんなわけないじゃんって,てそうなんですねこれねこれどうしたらいいんですかって言われてもさ、うん、私も知らんやんそれは大変やなって言うしかなだけどそっちに行くしかなくてるんです、うんまある一つの回答がだからそのいわゆるピーター・ドラッグが推奨している国語型のね、うん あのイエスタ・レーンという経済学者たちが提唱したシステムです、うん、でもそれも、ここで今はだからちゃんと機能してなのかったうと、結構問題はあるわけで、そうね、間違いないです。あれはその産業移転を前提にした移転を前提にした形で労働市場を設計するっていう、うん、と雇用保険と労働市場を設計するという方法なんですけど、うん、でもこれできたのは1940年代からね、うん、うその1940年代にできたシステムを今は当てはめてうまくいかへんから、そういうことだかんってす、そ、うん それだいぶ違うんやから,から一人一人がね試行錯誤していって社会って変わっていくもんだと私は思うんですけども、うん、この政府がどうやって変えてくれるのかなっていうふうに待ってるだけだとね、うん、だいぶ遅れてしまうからね、うんうん、でもねそのやっぱりその制度が守ってきた雇用っていうものを別の制度にもっと柔軟で豊かな制度に切り替えるって、うん、これは難しいよね。難しい うん、それはもう刀が、竹永平ちゃんみたいにぶっ壊すがいいんだって言いたくなる気持ちは分かる、分かる,分かる、超分かるよ、本当、2十 <laughs> 年前だって俺、そっちがやったからさ、<laughs> ぶっ壊して金儲けた方がやからさ、あら、派遣派遣あや、紹介や、紹介やって4年間やって、<laughs> これダメだそうん、<laughs> そ,そうすると何が起きるかちょっと引きこもりになっちゃうんですね、国際はになっている、うん、引きこもりーを、<laughs> そうやってぶっ壊してまくるとです、ね、でね、うん、何にも対応できない人間を大量に生み出してしまうっていう。うん 引きこもりと少子化が起きるわけですうん、それはちょっと社会崩壊するかまあだけどあの大きな枠組みでさ見てねあの全部変えるにはどうしたらいいんだなんてこんな動画の中で全部語れることはないですよ。うん、ただしに、うん、一人一人がじゃあどうしていけばいいのかっていうのをですねやっぱりあの考える上で。 まあ、だって自分の日本の全体を変えろって言われてもさ難しいと思うんだけども、うん、これからあの社会が変わっていくよとで、えー、安倍とか麻生が守ってきた大日本帝国系のその利権っていうのは竹中とか菅系でこうもっと言うと維新とかそういうのとこうぶつかってねこう食い合ってるよと、うん、でそうやっていくと医療とか年金とかはね崩壊していく過程にはあるんだがじゃあ そのね、あのうつ病になってでもその何精神薬飲みながらは仕事続けるっていうモデルをやめてさどういう生き方をしていけばいいのかしらっていうふうに自分で考えることはできるやん自分の人生なんだから私はその問いかけすごく大事だと思うなね、うんでまあそのために必要なっていうふうに言うとあこれまた清水さんまた本を売ろうとしてるなっていうふうに 思うかもしれないんだけど <laughs> いや最近ねいやそのまあ安富さんの本ってさいっぱい売れてるんだけどさうちでね、うん、経済学の船で売ったり複雑さを生きるとかを売ったりさしてるんだけど一番みんなが見てるのが簿記会計動画とということに最近気づきましてお発見ですね。<laughs> ねあのこの経済学の船とか <laughs> 生きるための日本史とかさそういろいろなもの売ってるんですけど簿記会計動画が一番見られてるね。う 再生回数だけじゃなくて、そのアクセス解析とか見るとね、それが一番多くて、で、やっぱりみんな、このじゃあ、新しい生き方っていうのを考えようねって言ったときに、うん、基本的なお金の知識に困ってるんだろうなって思ったんだよ。うーん。その結論からね。だから、うん、あの、ちょっとね、それに関する企画を考えようというふうに思っています。ね、ただ、あの、いずれにせよですね、この安富さんのこの本はね、 役に立つものなので、まあ、私はね、えー、経済学の船で。そうね、今日の話だったら経済学の船が一番近いですね。うん、近いんで、まあこれはおすすめなので、うん、まあよろしければねあの読んでいただけるとすごいそう。うね、それの動画はね、いいのか、いいの作ったはずやねんけどね、その動画、ええー、動画やと思うんだけどな、<laughs> ちょっと難しくって。 あんまほかに比べると再生回数。ん <laughs>、ね、でやねやろ、ね、ま本が難しいよ。<laughs> 本がさ、難しい、動画も難しいってなったら、どない年っていう <laughs> 動画の動画を作らな <laughs> 動画の解説動画を作るか <laughs> とかって笑からった、ね、笑いなっちゃっまあまあまあ,、まああの、そういう企画も考えてはいますので、よろしければですね、うん、この安みさんの。まあ、経済学の船ではかなり難しい。ね分かった、一つ今思いついたぞ、うん、あの学習ノートを作って売ったらいいんじゃうの <laughs> おまけじってその経済学の船出を理解するための学習ノートみたいな <laughs> あ絶対そういうので学習できないけだと思うんですけど、<laughs> この方が <laughs> 無理か、無理でしょう、これは。まあそんなわけで、えー、まあよろしければ安冨さんの応援にもなりますので、買っていただけるととっても嬉しいな経済学の船出解説動画、えー、10時間ぐらいついてるんですけど、4万1000円です。どうも ちなみに、牧会系動画を欲しい人は複雑さを生きると、牧会系ドラッカー動画付きでですね、セットで4万5000円で販売してますので、よろしければ買ってください。それでは、今日も読書、チャンネル登録といいね、よろしく。